皆さん、こんにちは。今日はね、缶詰を食べた感想をお話ししますね。やわらか、女の子のお肉ですね。デミグラスソースは普通です。ハンバーグの食感ではない。魚肉ソーセージの味と食感に近いですね。マッシュルームは少し缶詰の匂いがします。ガーリックオイルが冷えて固まってるのか、硬いですね。冷えたままだとパサパサしていて豆のような食感。レンジで温めたら油が出てもち米のような粘りが出た。温めると美味しいです。タケノコとキクラゲはシャキッとした食感ですが、白菜と人参はヘニャヘニャです。豚肉はパサパサしてますね。味付けは普通に美味しいです。缶を開けずに湯煎で3分間温めるとより美味しく食べられるようです。温めずに食べましたが、美味しかったです。エビはプリプリしてない。ホタテとシイタケは美味しい。かまぼこは弾力がない。べちょっとしていて軽やかではない。濃厚で重い感じ。ケーキというよりはチーズの香りがするペーストという感じです。2枚のうち、そこに入ってた方はややねちょっとしてた。おたふくソースのおかげもあり、通常のお好み焼きとほぼ変わらないレベル。普通に美味しいです。イナゴ缶詰。信州の郷土食品だそうです。昆虫の匂いはありません。蓋付きの器に入れておきます。エビのような食感です。甘辛い味付けでとても美味しいですね。少し詳しく見ていきましょう。
足や羽をつけたまま加工されています。最初は少し怖いかなと思いましたが、味はとても美味しいです。これ、何これ、怖い。